こんにちは、ステレオカメラの相葉です。ご覧いただいてますのが、ライカのですね、定番レンジファインダーカメラになります。ライカの M2 になりますね。ライカの M3、M4 に、並んで人気のボディになりますね。でこちらはライカ M2 のですね、中初期型という感じですね。初期型のちょっと過ぎた、モデルになりますね。セルフタイマーがなくてですね、このリバースの、スイッチがですね、ボタンではなくてレバーに変わった直後の感じのようなモデルですね。はい。セリアルナンバーが、982-254 ですので、1960年の、製造のライカ M2 ということになります。はい。では外観から見ていきますね。外観はですね、軍艦部にですね、いや細かな、すれは見られるんですけれども、大きな、非常にすれとかですね、傷、こうメーターの跡とかもありませんし、当たりへこみももちろんないですね。こういう角っことかよくぶつけた跡があったりするんですけども、なくて綺麗ですね。でサイドに、ストラップの金具の跡も見られないですね。はい、綺麗な感じです。当たりへこみないですね。はい。背面も綺麗です。で、バックドアの塗装の剥がれもないですね。こういう黒いところ。はい。フロントも、摩耗も少なくて綺麗ですね。はい。で、底部ですけれども、底部に、ちょっとこちらも細かなすれはありますけれども、大きな、ガリッとした傷とか、当たりへこみは見られないですね。で、三脚の跡とかケースの跡も見られずに大変綺麗です。はい、こんな感じですかね。でもって針側の状態ですけれども、針側もですね、こういったかけやすいところもきちんと埋まってまして、はい、かけや、剥がれは見られないですね。はい、針側は目はほぼ完璧ですね。はい。で、外観は、ほぼ備品と言っていいレベルじゃないかなと思いますね。はい。ファインダーの状態は、前から見てもですね、腐食とか、曇りカビの類は全く見られないですね。で、接眼部から見ても、曇ったり黄ばんだりとかですね、見にくくなったりすることはないですね。ひび割れみたいなものも見られませんし、バルサム切れもありません。はい。でもって二重像もですね、くっきりはっきりしてまして、コントラストがきちんとしてまして、縦ずれもなく、ピント合わせに何もないですね。はい。ブライトフレームも、はい、きっちり切り替わってまして、薄くなったり欠けたりしてないですね。はい。という感じで、ファインダーも大変綺麗に、見える感じです。ということで、じゃあ、シャッターのチェックに行きたいと思います。さて、まず、低速の1秒から見ていきますね。はい、低速の1秒。はい。軽快に、はい、動作してますね。1秒。はい。いい感じで1秒も刻んでおります。次、2分の1秒です。はい、2分の1秒。はい。こちらも安定してますね。次が4秒になりますね。4分の1秒です。はい。はい、お分かりいただけますね。はい、低速に粘りとかですね、引っかかりのようなものは見られないのがお分かりいただけると思います。次が中速の250分の1秒で見てみますね。はい、もう音が全然変わりますけれども、こちらも問題なく切れてますね。はい、じゃあ底蓋を外してみていきます。はい、底蓋外しても中に腐食とかサビとか見えずに大変綺麗ですね。素材の劣化もありません。はい、スプールもきちんとついてますね。で、シャッター膜も、波打ったりですね、白くなったり汚れたり、劣化したりしてないですね。はい、巻いた状態でも綺麗です。はい、じゃあここで、1000分の1秒、高速がきちんと開いているかどうか見ていただこうと思います。はい、こんな感じで、はい、1000分の1秒。はい、きっちり開いて、向こう側の景色が一瞬、はい、見えるのがお分かりいただけると思いますね。はい。
そういう感じで1000分の1秒もきっちり空いていることがお分かりいただけます。という感じで、底蓋もきっちりと軽く閉まりますね。しっかりしてます。はい。で、付属品が、ボディキャップがついてますね。それと、ですね。はい、ご覧のように、はい、ライカ純正の革ケースがついております。革のストラップとかですね、片当てもきちんとついているものですね。ほつれたり破れたりとかですね、分解したりとかしてなくて、きちんと。ますね、はい、という感じで、はい、大変良い状態の、ライカ M2 中初期型革ケースとボディキャップ付きになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。